からだったら何とでも言えますね。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は後がなくなった WHO の悲痛な言い訳についてです。責任逃れに必死なのが痛いほどに伝わってきます。そんな内容を朝日新聞の記事からご覧くださいませ。世界保健機関 WHO は13日の記者会見で、新型コロナウイルスの人から人への感染の懸念に初動で対応しなかったとする米国や台湾からの批判に反応した。 WHO の感染症専門家マリア・ファンケルクホーフェ氏は、1月当初から加盟国向けの指針で感染の広がり方についてまとめ、飛沫感染と人同士の接触による感染の可能性に重点を置いたと述べた。同氏はコロナウイルスの専門家でもある。中国から昨年12月31日に感染の報告を受けて、すぐに呼吸器系の病原体なので人々感染もあるかもしれないと思ったと振り返った。1月10、11日に指針をまとめ、重症急性呼吸器症候群 SARS や中等呼吸器症候群 MERS の経験から、医療従事者向けに院内感染の注意も盛り込んだとしている。またファンケルクホーフェ氏は1月14日に国連欧州本部で記者会見をして、感染拡大に注意喚起しており、かなり注目されたと思うとも述べた。この段階では中国から人人感染の明確な証拠は報告されていなかったとの後出しじゃんけんです。どうやら WHO も記憶がなくなる方が多くいらっしゃるようですね。先日もテドロス氏の発言集を時系列で並べてみましたが、この方が言われる1月14日の国連欧州本部での記者会見で、感染拡大に注意喚起したとありますが、もう一度その時期あたりのテドロス氏の発言を紹介します。1月19日、人から人への感染リスクは少ない。1月31日、渡航や貿易を不要に妨げる措置をするべきではない。同日、人の行き来を維持し国境を開放し続けるべきだとあり、2月5日になっても渡航や貿易を不要に妨げる措置は必要ないと発言しているんですが、これをどのように解釈したらファンケルクホーフェ氏が言われる感染拡大に注意喚起したと捉えることができるんでしょうか。それともテドロス氏とファンケルクホーフェ氏の発言は全く違ったということなんでしょうか。極めつけに2月18日には新型ウイルスは致命的ではないとまで言っちゃってますから。この記者会見をした今月13日にはもうすでに米国からの拠出金ストップが現実味を帯びてきて、他の国も追随しないように全言撤回という名の後出しじゃんけんでもしてるんでしょうか。まあこれで欧州も拠出金をストップしないと感覚が疑われる状況になってきましたので、これからの各国の動向も注目すべきですね。以上、普通に聞いてるとこちらがおかしくなってきそうです。